はい、ありがとう整体の平野です。皆さんこう腕にね力入ってませんか？意外にこう気づかないんですけども、皆さん本当にこの腕に力が入っていて脱力がね下手くそになっています。まあ当院のね今こう腕をまあもう一度ねこう見直して、指先から肘の奥からですね、まあ調整をね入れていく、まあ、スイッチングをね入れ替えていくとですね、本当に皆さんこうダラダラになって、こういう腕の振りができるんですね。で、どうですかって聞くと、ああ、力抜けてます。だから腕が楽になるっていうことも大事なんだけども、それ以上に大事なのは脱力できているということなんですね。で、脱力できているということは、中心を使った時に腕がこう触れて、そしてこの腕の緊張が取れる。まあ、パソコンやスマホ、まあ、当然この皆さんすごい緊張が入ってるんだけども、それが、だらだらできればですね、こう触れることによって緊張がまた抜けていく。ね、そんな形の中でですね、この本当ね、本当に、パソコン、スマホ、もう本当にこれね、非常に体を壊す、まあ、大きな原因になっていると私は考えます。脱力できる腕、だらんだらにこうなる腕、それを経験してみませんか？ということでね、ありがとう整体のまた新しいね、腕の緊張取りね、非常に、良くなっております。よろしくお願いいたします。